お金と時間の学校の寮です。今日もお金と時間を発掘していきましょう。今日のテーマはお金持ちになる無敵思考という内容でやっていきます。ちなみに私は途中まで半沢直樹みたいなキャリアの人間なんですけれども、気になる方は覗いてみてください。なんだか怪しげなタイトルですが、お金持ちになるために大事な考え方です。絶対に必要とか、これがないとお金持ちになれないとまではさすがに言い切れませんが、今回の動画でお伝えする考え方を持っておいた方が圧倒的に楽にお金持ちになれるはずです。そんな無敵思考について解説していきますので、お金持ちになりたいという気持ちが少しでもある人はぜひ最後まで見て持って帰っていってください。では早速いきましょう。解説をしていく前に先に結論を伝えてしまいます。お金持ちになる無敵思考とは事実と捉え方です。この事実と捉え方を意識して区別すること、これだけなんですね。ではなぜこの事実と捉え方を意識して区別することがお金持ちになる無敵思考なのかについて、ここから解説していきます。お金持ちは今すぐになれるですが、あなたは今お金持ちですか？この質問にイエスと答えられる人もいればノーという回答になる人もそれぞれいると思います。私のチャンネルをいつも見てくださっている視聴者の方は、今資産形成をしてお金を増やそうと思っている人が多いはずなので、今はお金持ちじゃないけどこれからお金持ちになると考えている人も多いかもしれません。この問いに対する回答は人それぞれだと思いますが、もう一つだけ質問をさせてください。このお金持ちなのかという考え方は事実でしょうか、それとも捉え方でしょうか。私はお金持ちだ、私はお金持ちではない、この考え方は捉え方ですよね。事実ではありません。人によってお金持ちの定義も異なりますし、世界中には私たちよりお金を持っていなくても自分たちはお金があって裕福だと感じている人もたくさんいます。つまりお金持ちかどうかは事実ではありません。あなたが自分で勝手に自分をお金持ちであるのか、それともお金持ちでないのかを自分の解釈で捉えているだけです。つまりあなたの解釈次第で、あなたが自分自身をお金持ちだと思えばお金持ちになれるし、逆にあなたが自分自身をお金持ちじゃないと思えばお金に困っている人になれるということです。つまり捉え方の選択は自分で自由に好き勝手に決めることができるので、その頭の中の捉え方を変えれば誰もが今この瞬間にお金持ちになることができるということです。いやいや、そんなのへりくつでしょうと感じてしまう人もいるかもしれません。確かにこの世の中は貨幣経済であり資本主義経済なので、お金をたくさん持っている人のパワーはものすごく大きいですし、社会的なステータスの一つになっているので、そういった富裕層の人たちと相対的に比べてお金持ちじゃないと感じさせられてしまっている人の方が多いと思います。ですが今この動画を見れている人は一人の例外もなく、今この瞬間にお金持ちになれるはずです。今スマホやパソコンで YouTube を見ています。ということはスマホや PC を買って通信料を払って誰かに強制させられているわけでもなく、自分の意思で動画を選んで見ていますよね。そして YouTube で動画を見ている人で衣食住に困っている人はいないはずです。ということはゆとりある豊かな生活を送っているわけなので、自分は恵まれているお金持ちだと捉えて、誰もが今すぐにお金持ちになれるはずなんです。金融資産がどれぐらいあるのかという数字は誰が計測しても同じ結果になる事実ですが、その事実とは何の因果関係もなく、お金持ちであるかどうかの捉え方は自由ということです。こういうよく言われる超富裕層、富裕層、準富裕層、アッパーマス層、マス層と言われるような分類はありますが、これはあくまでも国が調査をしやすくするための定義であり、この調査のために決められた物差しで自分がお金持ちであるかどうかを判断するのはナンセンスなんです。もちろん一般化されている定義なので、その物差しに引っ張られてしまう気持ちもわかりますが、自分が今感じていることは事実なのか、それとも捉え方なのかと一度冷静に考えてみて判断
すれば今すぐにお金持ちになることができちゃうんです。では次に自分の思い通りになるですが、ここまでお金持ちという軸で話をしてきましたが、この事実と捉え方という無敵思考はお金持ちに限った世界ではありません。すべての分野に言えることであり、世界共通の考え方です。事実と捉え方を区別して、捉え方を自分の都合のいい方にしていけば何事も自分の思い通りになります。キングオブ自己啓発本7つの習慣にある主体性のモデルという考え方もこの事実と捉え方を区別している考え方です。人間は刺激と反応の間に選択の自由を持っている。この選択の自由の中にこそ人間の人間たる4つの特徴、自覚、想像力、良心、自由意志があると書かれている箇所がありますが、これは刺激という事象の事実が起こった時に自分自身がどう反応するのかという捉え方は自分の意志で自由に選択できるということです。まさに事実と捉え方を区別していますよね。他にはこの本もとても有名ですが、うまくいっている人の考え方というこの本、この本に書かれている内容も考え方の根本にあるのは事実と捉え方の話です。事実に引っ張られすぎずに自分の捉え方をより良くしていこうという考え方をいろいろな切り口で具現化してくれている内容になっています。自分の捉え方を変えて人生をより良くしていきたいという人で、まだ読んだことがないという人は概要欄にリンクを載せておくのでぜひ一度読んでみてください。また私たちが日々感じる感情は事実ではなく捉え方で決まります。例えばかっこいいですねと言われた時に、その言われた事実に対して自分が褒められたと感じれば自分の感情は嬉しくなるはずですが、かっこいいですねと言われた事実に対して自分が見下されたと感じれば自分の感情は怒りや悲しさを覚えます。他には自分とは異なる人の意見を聞いたという事実に対して自分自身が否定されたと捉えれば自分の感情は嫌悪感を抱くはずですが、自分にはない視点の意見を聞くことができたと捉えることができれば自分の感情は感謝になるはずです。このように何事も自分に都合のいい捉え方をすることで自分の思い通りの解釈ができて、自分の思い通りの人生を自由に選べるということなんですね。いや、そんなことをしていたら世間とずれることになるから危険だと思った人もいるかもしれませんが、これは私の意見ではありません。これまでの過去の偉人たちが長い年月と知識と経験を通じて同じ結論にたどり着いている原理原則なので、その原理原則を否定することに意味がありません。むしろしんどいだけです。万有引力という原理原則に逆らうことと同じですので、原理原則には素直に従って自分の思い通りの人生を自由に選んでいくことが重要ですよね。では最後にこの無敵思考である事実と捉え方についてもう少し深掘りしていきたいと思います。その解説の前に2つお知らせです。 YouTube の短い動画では話しきれないお金についての限定動画を LINE の登録で無料プレゼント中ですので、将来お金で不安を感じたくない、今よりも経済的に豊かな暮らしをしたいという気持ちがある人は概要欄から覗いてみてください。もう一つはお金に強くなれる情報を定期的に発信していますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。では最後、事実の方が虚像であるですが、なんだか哲学的な話にまでなってきて、完全に YouTube で話すテーマとしては刺さらないですが、気にせず少し解説していきたいと思います。これは今あなたの目の前に見えている事実が虚像であり、あなたの中にある捉え方の方が実像であるということです。その一方で私たちは五感から得られる刺激にリアルを感じます。目にできるもの、触れられるもの、聞こえるもの、香りがするもの、味がするもの、こういった刺激としての事実を本物として感じます。ですがその事実よりも捉え方の方が大事であるという原理原則に従うのであれば、自分にとって優先すべきは事実よりも捉え方なので、事実を虚像として考え、捉え方を実像として考える方が自然です。またさらに今あなたの身の回りにあるスマホだったりパソコンだったり家具家電であったり、こういった
ったあらゆるもの、サービスはすべてこういうのがあったらいいのになという人のイメージの中で想像できたものが具現化されているものです。人間が想像できることは人間が必ず実現できるというフランスの小説家であるジュール・ベルヌの言葉もあります。まあさすがに必ず実現できるかどうかはわかりませんが、少なくとも今この世の中に存在しているものやサービスはすべて頭の中でのイメージの方が先であること、これは間違いありませんよね。もっとよりよくできるはずだとみんなが考えてきたから、それが実際に実現することで世界経済は発達しました。今あなたがスマホを持っているのもスティーブ・ジョブズがこんなのがあったらいいなと頭の中でイメージしたものが後から事実の世界で具現化しただけです。つまり事実よりも頭の中の方が先ということですよね。ということは先に作り上げられたものが実像であり、それを模倣したレプリカが虚像であると考えるのであれば、頭の中のイメージの方が実像であり、事実の方が虚像であるということになります。とすると事実と捉え方はどっちの方が重要でしょうか。答えはここまで解説してきた通り捉え方になるはずですので、事実よりも捉え方を優先して自分の都合のいい世界を作り出して、お金持ちにもなって人生も思い通りになる、そんな無敵思考を手に入れていきましょう。では最後に大事な知識がより記憶に定着するようにおさらいしていきます。金持ちになる無敵思考という内容でやってきました。その無敵思考とは事実と捉え方です。この事実と捉え方を区別して考えて自分の都合のいい捉え方をすることで、私たちは今すぐにお金持ちになることができます。そしてこの事実と捉え方の区別は他のあらゆる分野にも当てはまる世の中の原理原則なので、素直に従った方が楽です。もっと言えば現実世界は頭の中でイメージしたことを後から具現化した虚像の世界なので、先にできている頭の中の実像の世界を優先して自分の頭の中で都合よく捉えられる無敵思考を手に入れて、お金持ちにもなって人生を思い通りにさせちゃいましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画を見て少しでも役に立ったと思ってくれた方は高評価コメントをしてもらえると嬉しいです。では次回の動画でさらにお金と時間をハックしていきましょう。耳だけで学べる聞くお金と時間の学校 in ボイシー、音声だけで学べるお金の知識、ながら作業のインプットに最適。概要欄からぜひボイシーの登録お願いします。